送室。うわこれラジオだったら校長と教頭って呼ばれそう。いいね。そしたらもうスクールオブロックよ。さあということでアルコ&ピースの平子です。坂井です。お願いします。お願いします。こちらはしくじり学園の放送室からお送りいたします校内放送でございます、はい、毎回面白いのに一癖ある芸人さんを呼びしその本性に迫っていくという23分間ノーカットで一発勝負の、秘密の校内放送でございます、はい、さあということで、はい、今回の癖ありゲスト紹介したいと思います、はい、今回のゲストを紐解くしくじりキーワードはこちら。お互いを無視し続ける日本一の不仲コンビ。どういうことなんでしょうかね、うん、まあ、ちょっと不仲で有名になりつつあるというコンビの方々でございます。こちらの方々です。お願いします。あどうも、生徒の竹内図です。お願いします。竹内図だ。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。竹内図、すいません、ありがとうございます。竹内図は何年目ぐらいなんですかね。まあ5月で5年目に。あ、はい、まだ5年目なんだ。はい、なりました。はい、そうだから今年のね1月に放送されました水ダウで、はい、仲悪い芸人が、うん、解散を切り出したらいかにこの早く解散を認めるか OK するかっていう選手権あったんですよ ね、 そうですね。僕らもちょっと出させていただいて、はい、太田プロの後輩出てねなかなかのいいタイム出したんですけど、はいはい、こいつら出たからもうぶっちり優勝しちゃって、はい、すごいね。じゃあなんかスピード解散選手権っていう、はいはい、で僕は仕掛け人で相方が来てもらって、はい、相方が、まあ、どれぐらいで OK もらえるかをタイム競うっていうやつなんですけど、はい、僕ら一応タイムが10秒で解散して本当に全く打ち合わせしてないんですよ。で僕はまあさすがにめっちゃ仲悪いんですけどさすがに1回ぐらいの粘るだろうなと思ってまあ2分3分ぐらいかなと思ったら入ってきて1回も実際にやってもらっていいですか、こんな感じでしたってバーッと入ってきて、ちょっと竹内くんちょっと話あるんだけどさ、解散したいんだけど、じゃあ解散ってことでいい、で終わりました。こんなだった。勝てねえ勝てねえ勝てねえよ。そう勝てるわけがないんだから、もう運しか言ってないんで、もう楽屋っていうかその部屋に入ってからからもうすぐ10秒成立しちゃって、すげえ。でもそっからその言っていいんですか、なんかその10秒で成立しちゃったんで、はい、多分テレビの人も、うん、あまりにも早すぎるから、うん、もうちょっと泳がせようみたいになって、はい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 、そっから 3,40 分ぐらい放置されたんですよ、うん、多分そのそ、ね、アルコ&ピースさんとか、うん、多分成立した瞬間にこうドッキリでしたって入ると思うんですけど、うん、いった僕らそれがなくて、そのただただ気まずい 3,40 分をその後過ごさせられたんですよ。その間にも10回ぐらい解散してます、はい、3,40 分ずっとやってて、でガモノスケも本当はそこでなんかドッキリでしたって入る予定が来ないから、来ないぞってなって、続けなきゃいけないし、なんか繋げなきゃみたいになって、いやでも解散はするんだけどなんか解散しないにはなんか解決策ないから、はいはい、そのそっちの方に話持ってて、いや今解散したばっかじゃんってまたなって、いやいやなんでそんな話すんの、いや解散でいいよっていうのを繰り返して結局合計で10何回解散プラスでしてて、あそう、はい、ずっと気分は良くなかったですね。そうですね。今も悪そうだし、今も良くない。今もあんまりいいですね。知り合い方っていうのはどういうきっかけだったんですか。それでも養成所ですかね、はい、人力車の、はい、養成所で。じゃあお互いピンピンで入ってきて、はい、コンビ相方を探すっていう段になって、そうですね、はい、だって5年目なんてさまだまだ2人で飯行ったりお互いの家に遊びに行けたりするような、いやそんな年数じゃないの。いや全然ですよ。嘘、本当に養成所で組んで、もうその間でもう嫌いになってたんですよ。もともとどっちが声かけたの。で一応僕がその竹内くんに声かけたんですけど、僕はちょっと良くない思想を持ってて、その僕はネタを書いてるんですけど、相方のことをその小道具だと思ってた時期があって、はい、最悪だなガマノスケ。でお前は俺の言うことを全部聞けよみたいな。ガマノスケ側なんだ、はい、逆かと思う。竹内が書いてると思ってました。あもう僕は逆に全く関与してないんですよ、ネタに関して。もう口出したりせずに全部言うことは聞いてたんですけど、あ自分のじゃあ小道具として、はい、
で僕マジ記憶なかったんですけど、うん、なんかネタ合わせの時に竹内くんがわざわざ僕の家に来てくれてたらしくて、うんうんうん、でその時も僕がなんか来ていたらしくてって来てるからだらしくてもおかしいじゃないですか。確かにね、来ていただいたらしくて、なんで記憶にないけどって言わなんで記憶にない来ていただいたんですよ。でそれでベッドに僕はマジで記憶ないんですけど、おうおう記憶あんだろ、ないけど嘘つくな、言われたからって言われたから、今俺のターンだからさ、責任持てよそこ、今俺の目見ろよ、なんか知らねえみたいな感じで話してますけど、ちょっと待って今俺のターンだからさ、お前一人言われてる、ちょっと待ってじゃあこっち見て喋るよ、喧嘩するんやったらよ、お前の喧嘩するんだったらこっち見て喋るよ、なんでお前見なきゃいけないんだよ。だからその俺僕がこう寝てたらしいんですよね、もうだからそれもなんで全部らしいで言うんだよ、らしいんです。で寝てたら覚えたように言えよ、で卓球なんか僕がそのなんかネタでその石が欲しいと、小道具で石を使う、石を竹内くんその外出てちょっと石拾ってきてって言って、うん、2、30分かけて石を、ね、何個か何十種類か持ってきてくれたんですけど、それ見てあこれじゃない、また取ってきてみたいなことを言ってたみたいな、それぐらいだからその人として扱ってなかったというか、もう上下関係がもう完全にそういうのではっきり、え それ今の話忘れるってやばくない？そうなんです誰かにどんな理由があるにせよ、はい、石を取らせに行ったら、はい、一生忘れない人は本当に覚えてなかったです、はい、これは僕は覚え、僕もでもそれ、うん、その記憶から消してるんですよ若干確かに、うん、そのあまりにも嫌な思い出すぎて、その別 の, その芸人さんとか作家さんに、うんうん、お前こういうことしたぞみたいなのを我慢すけ言われて、あなんか記憶にないけど、うん、そういうことされてたなみたいな、もう嫌すぎて僕もちょっと確かに忘れようとしてる節はあるんですよ、トラウマになっちゃってんだね、そうですね、なるほどね、あまりの辛い記憶だと脳が消そうとするっていうもんね、そうなんですよ、もう嫌な記憶しかずっとないんでこの5年間ずっとで、これもう本当にお互い覚えてなかったんですけど、うんうん、あの石を取ってきてくれたのに、うん、僕竹内殴ってったらしいんですよ、なんか だからその石を持ってくるよね、石を持ってきて、うん、見つけたよって来るじゃん、欲しい石がなくて、うんなんか気がついたら殴ってたらしくて、僕がごめんあのさ、いろんな予定変わると思うんだけど、はい、そのネタ見せてくんだよ石を用いたネタになる、なんなん石、でもやったっけ、でもなんかその水切りするみたいなやつで、はい、なんか水切りしすぎて、なんか向かいの中華料理屋に当たって大爆発するみたいな、はい、まあもうネタも意味わかんないんですけど、ネタも意味わかんないんですけど、じゃあどんな石でもよくない、そこら辺でライブ会場の近くで拾えばいいじゃないですか、まあ、水切りの石なんでできるだけなんか細長い方がちょっとリアリティあるかなと思って、で全部丸っこいなんかビー玉みたいな石ばっかり持ってきたんで、そう記憶にないですけど僕は殴ってたっていう、でそのネタも結局1回しかやらずに、はい、もうボツになって、で石も使ってないです、もうエアでこうやりました、ね、結局やるエアで、うん、まあそうなるよね、エアでいいよね別に、そんなんされたらたまったもんじゃないじゃないですか、もう、うん、やられた側としては、うんうん、っていうのがもう積み重ね積み重ねでもう今に至るというか、なるほど、はい、はあ、いろいろあるわけだ、そうなんだ、じゃあじゃあタレコミもたくさん来てるのでちょっとこちらのコーナー参りましょう、タレコミしくじり調査、お前らここがしくじってんぞ、なんかね実は仲いいとかもねあるかもしれないし、これツイッターからいただきました、さきさん、ラジオ中に本気で解散しようとする、え、あこれはありました、はい、ラジオやってらっしゃる、ラジオ、ゲラっていうネットの、はいはいはい、ラジオがあって、うん、その時になんか特番で僕ら4回だけラジオ やらさせていただくみたいな機会があった時に、うんうん、2本撮りだったんですよ、うん、1、2と3、4 で、うん、3の前日ぐらいに本当に僕竹内くんとやりたくなくて、うん、マジで解散しようと思ってて、でどうせ解散するんだったらラジオ中に解散した方がいいなと思って、で3本目の時に本当にマジで解散仕掛けて、で4回目でもうブチ切れるというか、もう僕はもうあなたとやりたくありませんみたいな、が、まあ、結局そのまあスタッフさんが止めてくれたんでなんとかその解散せずに済んだんですけど、それが好評で後日4回までだったんですけど、あの10まで伸びまして結構伸びたな、でしかもそれで結構ニューヨークさんとか、うん、それこそ岡野陽一さんとかがラジオを見て、うん、これはもう面白すぎるみたいな、で岡野さんがもう本当にこれはもうフランス映画ですっていう本当にもうフランス映画のようなラジオでした本当に素晴らしかったですって言っていただいて、それこそまあスイーダウンの10秒解散10秒の時もそれがきっかけで呼んでいただいてみたいな、だ僕らとしてはまあ良かったんですけど、うん、本当にマジでお互いのこと嫌いなんで、でラジオの時とかも本当にずっと下向いてお互い喋るみたいな、目を合わせず喋ってるというのがやっぱ流れてしまったっていう、今継続してる理由は何なの、確かに
それ聞きたい、うん、いやーまあでもネタは好きなんですよ、はい、お互い、うん、なんか結構今ライブには出させてもらってて、うんうんうん、でありがたいことに結構そのバトルライブとかでも勝ったりとか結構いいとこにはいるというか、うん、っていうのを考えた時に、うん、まあ不仲でも、まあ、続けた方が、うんまあ、得かなっていうのを今思ってやってますね。それだからプライベートではちょっとお互い嫌だけどネタになるともう信じられる相方はこいつだけだなって実感するとか、はい、ネタ2人でやってる時は楽しいなとかそういうのはあるんですか。わでもネタの相性はめちゃくちゃいいんですよ。そうですね、ネタの時だけはもう逆にアドリブとかもお互いやったりとか、うんまあ、全然そのボケで笑っちゃったりとか、うん、結構普通にあるんですけど、うん、舞台降りちゃうともう全部リセットみたいな。だからその舞台上の竹内はめっちゃ好きなんですよ。平場とかも前にグイグイってむちゃくちゃするの好きなんですけど、その袖に行った瞬間にから嫌いになるんですよ。本当にその態度が良くないんですよ僕に対する。そうなの。だからネタ合わせしてる時もこう A と B どっちがいいって言ってもその下向いてあしか言わないんで、そこの態度を直してくれさえすれば僕は仲良くはしようとしたいですけど。嫌いだからもうこうするしかない。もう嫌いじゃなかったらもちろん A、 いやだから心を開いてくれたらいいじゃん俺に対して。いや無理だもんだって たまにもうだからそれが無理っていうのも無理なんだよね。だからこっち見てしだから俺はお前に見る必要あります。だお前皆さんお前にじゃあ歩み寄ってるけどお前が俺のことをずっと拒絶してるから。何じゃあ目見なきゃ仲直りできないってこと。別に話はしてるじゃん今こうやって。どうしたら仲直りできるかだけ教えてくれ。仲直りはしなくていいよ。ネタはできてるんだから。普通でいいじゃん。だからそのお前がさ俺に対する普通とか言うなよ。お前が普通じゃねえんだよ。だ楽屋行ってる時も楽しくない。一緒の時に当たり前だろ。普通でいいじゃん。だから別に話さなくてくれればいいじゃん。俺も普通に喋りたいけどお前がずっと携帯とかいじってるから喋れないの。そんな別に話しかけりゃいいじゃん勝手に。なんて喋ればいいのじゃあお前に。なんでそこまで全部言わなきゃいけねえんだ俺が。知らないお前の好きなことなんか一個も知らない。じゃあ聞かなきゃいいじゃねえか。仲直りするつもりないですよね今の感じ。全然見ないな、ね今の仲直りするつもりないこの態度こそ。目合わせてみれば竹内見てみない。なんかやっぱ感情が伴わないとさお互いのこう気持ちで通じ合わないのもあるし、うん、一回目見てみれば。竹内一回見てみ、はい、我慢ですけどもなんだよその顔。やめろよ。顔見てんだから謝れよ。やめろっていうの。本当俺が謝らないと、うん、全部今までのことだよ。いや謝ってん。それはいやマジで謝ったんですよ。それは一回謝って一回お互い一回だけでしょ。一回で全部じゃあチャラになったと思った。ただの新婚さんいらっしゃいの神回じゃん。こんな離婚寸前の時ないですよ新婚さんのやつ。こんな喧嘩しまくってる回ないですよ。ちょっとね一つのこのねグループっていうものが、はい、今やっぱりこの二つに分かれようとしてる。はい、2つに分かれるものに対して厳しいプロの方知ってるんですよ。え、どなた。プロの方。え、プロ帰ったかな。プロ帰ったか。え、1つをね2つに分けさせることを絶対許さない。あ、プロ帰っちゃったかもしれない。プロ知ってんだよな。油断してんだよな、うん、プロの方いたのよさっきまで。そうなんすね。2つに分けちゃいけないっていうプロはねちょっといたんだけど、ちょっとうわこういうとこういうとこの爪が甘えんだよなあいつ。いや僕らも運なかったっすね。まあ、まあってもらえたら、まあ、ちょっと後ほど来るかもしれないですけども、はい、本当に仲悪いな。これでもさ我慢の助がそういうことをねいろんなことをしてきた、はい、されたっていう恨み節は分かるんだけど、はいはい、竹内くんをそんなに意味嫌う理由はどこにあるんですか。はい、僕はだから嫌ってないんですよ。だからその一時期小道具だと思ってた時期が、うん、タイミング悪いな。誰ですか。コンビが2つに割れようとしてるんですよ。え、ちゃんとソーシャル取んなおい。飲み込んでから。ご飯食べてました。はい。もう出て行ってスタジオの外って言いますからね。言われましたから。いや今半の今美味しいやつ食べてましたけど、ちょっと一、はい、つであるべきコンビが二つに割れようとしてるんですよ。なんだって。二人で一つのコンビを分かれようとするコンビ、ちょっと待ってください。危険です。相性がいいならやり続けた方がいいんです。なぜかというと、なぜ竜と、竜と、うん、ペガサスが
こっちから左右から来た時に、絶対に2つで行くでしょ。ごめんなさい。すいません。2つで行くでしょ。すいません。違う。すいません。あなたは誰なんですか。プロです。何を言ってるんですか。ペガサス。竜とペガサスが同じ方に行く。だから竜とペガサスなんですよ、うん、絶対に続けなきゃいけないんです、うん、ペガサスと竜はいかなる状態でも、うん、バトルライブで優勝するんです。バトルライブ、バトルライブどういうことですか。もっと上行きたいです、ね、ペガサスが竜が、うん、優勝はペガサス&竜でした、うん、なるでしょう。なんねえよ。なんだそれ。僕ら関係ないじゃないですか。ずっと竹内さん急に呼ぶな。ありがとう。すいません急に。いや、ごめんピンクさん、今半の続きをお召し上がりください。ピンクさんごめん。ちなみに今半は何をお選びになったんですか。牛肉汁です。肉食べていっぱい。ああプロがね来てくれましたけども、え、今後のこの活動の展望っていうのは、今の時間もうなかったことになる。せっかく23分しかなかった、僕らの時間だったから、ね、5分ぐらい。いやだから別れちゃいけないよってこう思ってる方もいますから、まあ、何にも得れなかったですか。楽しくなりました今のです。すごい、はい、まあでもお互いキングオブコント、コントやってるんですけど、キングオブコントで今優勝したいっていう気持ちはあるんですよ。そうですよ、ネタなんだ。ネタは好きなんですけど、それ以外が本当にもう嫌いというか、その辺もちょっとね気になりますね。うん、さあこちらのコーナー参りましょう。俺の尖りネタ、これってしくじってますか。さあちょっと尖ったしくじりネタ紹介してもらうコーナーです、うん、平子さん最終的にジャッジの方お願いします、はい、さあじゃあネタじゃあありますか。はい、うん、尖りネタ、僕らの尖りネタはこちらです、はい、不仲ゆえに2人で話し合わずに作ったリズムネタ。危ないよ、やってみよう。これ危ないと思うぜ。これこれそうですね、1回だけまあその歌ネタの大会があって、あ、はい、ちょっとじゃあ準備します、はい、すいません。だまだちょっと1回も合わせてないんで、ちょっと どうなるか分かんないですけど、平子さん、はい、ピンクさんがブルペン入ってますね。いつでもいけるように。肩は冷やさない。あそこ座り始めましたよ。もうブルペン入って。さすがプロっていうぐらいだからね。緊急等はあるからね。あ、でもあリズムってネタなんかそれこそ呼吸合わせてね、 だいぶ練習も必要だと思いますけども、なしで作った初じゃないですか。はい、多分ないと思うな、うん、こんなの。さあいけますか、うん、よろしいでしょうか。はい、はい、はい、さあそれではその、噂のリズムネタですね、お願いいたします。人力高校9回裏ツーアウト、お前が打たなきゃ誰が打つんだよ、次のバッターは山本だ、お前が打たなきゃ誰が打つ、いけ山本、さあ飛ばせ、そんなことよりネクストバッターサークルに猿おる。山本頑張れ、猿に負けるな、お前が打たなきゃ誰が打つんだよ、わ打った山本、いけいけいけ、そんなことよりサード紅茶の代わりに猿おる。山本よく頑張った、次のバッターは誰が来るんだ、猿が来た、誰でもいいから打ってくれ、お前が打たなきゃ誰が打つ、いけ猿頑張れ、カー飛ばせ、剣闘虚しく内角えぐめの脇腹にデッドボール。どうもありがとうございました。今の出来はいかがでしたか、お二人。はい、
完璧だったと思います。完璧、はいはい、でも相手の顔全く見てなかったんで、はい、そうね、タイミングとかもちょっと分からなかったんですけど、できてました？できてたかできてないかっていうジャッジするのは一番難しいタイプのネタなんで、これだからネタ合わせしないで、はい、まあ、そうですね、そうですね、でそのリあ、いいですか、ごめんなさい、すいません、はいはいはい、おー、はい、これを本当に相方にも何にも伝えてないです。もう、ああ、もうこれ来て出てくれりゃいいからっていう、はい、あと合わせて、あなたのタイミングで出てきてくださいっていう、感じだったので、そうですね、結構極力もうネタ合わせも最低限でもうネタやるっていう、だってネタは楽しいって言ってんだからネタ合わせもね楽しくやればいいじゃないですか、はい、ネタ合わせはつまんないんですよ舞台上じゃなくて舞台上でお客さんが見てる前でこうやるのが一番やっぱ楽しいんですよね、はい、すごいね、今のちゃんといろんなタイミングとか間とかパッてあったら面白くなりそうだけどね、確かに、まあ、ちょっと僕はこうだリズムネタに関してはアマチュアな部分あるんで、やったことないからね我々は、ちょっとプロの方知ってるんですよ、え、いるんですか、すいません、来た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 、プロプロが来たよ、プロ今ちょっとリズムネタについてちょっとご意見伺いたいんですけども、はい、リズムネタ、リズムネタをやってるよというあなた方、ちょっと待ってください、危険です、リズムネタのメロディーは芸人が独特なフェロモンを発してやると言われてるんです、どういうこと、それがニューヨークの、いやニュージーランドのコアラに届いて、コアラが命を落とすんですよ、オーストラリアだろ普通にコアラってオーストラリアのニュージーランドって言ったよ、ニュージーランドとオーストラリアのコアラをどんなにコアラのマーチが作れないんだ、作れないんですよ、えリズムネタをやると本当の歌手が嫉妬するんです、えだからやめてください、誰が嫉妬するんだ、誰が嫉妬する、もう二度と呼ばないでくださいちょっとすいません、そもそもあなた誰なんですか、プロです。何のプロなんだよ。何のプロなん。何のプロかも分かんないし。医療系のプロです。医療系のプロなんだよ。竹内さん医療系のプロなんだよ。じゃあ関係ないですよ僕ら。ダメ出ししないでください。なんで出てくるんですか。帰ってください。はい。こいつさん。帰ってください、呼んでしまってすいません、お帰りください、時間もないから、町浦ピンクさんの回じゃないんですよ、半分ぐらい取られましたよ僕ら多分今ので。早く帰ってくださいよゆっくりあれ帰ね、あのでもね今ね僕あの貴重な瞬間目撃して二、はいはい、人が目合わせたり同じ方向向いたりしてたんですよ、確かに、だから結局のところ大きな外敵が一人一つ出てくると二人が結束せざるを得ない状況になるんですよ、はい、お前らの敵はお互いじゃないプロなんだよ、プロなんだよ毎回来てもらえるプロに、プロを倒す、二人で組んで俺たちもそうだけど、はいはい、いろんなさまざまなプロを倒していかなきゃいけないんだよここが攻め合ってたってしょうがないんだよ、そうですね、確かに頑張ってもらってさ仲間だから、そう、いや、はい、ということでここでお時間でございます、はい、さあそれでは最後にですね今日話したことを踏まえまして、うん、平子さんから2人を送る教訓発表していただきたいと思います、うん、なんか喧嘩してる最中のね雰囲気も見てたんですけど、はいはい、なんかね、うん、結果トムとジェリーなんだわ、あ、うん、そうですね、仲良く喧嘩しなそうなんですかね、はい、まあ、喧嘩するけど、うん、仲良くやってきます、僕がトムで、はい、いやそこのあの分け方はどうでもいい、やめようほらほらほら、その、まあ、どうしたかったの今のやめようよ、一応聞きたかったからさ、うん、知ってる、じゃあトムと、だからもう またプロ来るから埋めたら、いやいいよもうプロに取られてんだもん、もう今さらもういいよ最後もプロでもいいですよいいよ中途半端に奪われてあとはなんかこれで掴んだぞっていういやらしい顔する時あるマジでない、それはないです、本当に本気でやってんだよね、本気でやった、はい、マジです、収録中に動いちゃダメなんだぜ。嬉しい。すげー。やってくれる。イエーイ。イエーイ。イエーイじゃないです。コロッケさんが本気で笑かそうとしてる時の感じ。千秋直美さんね。なるほどテレフォン。リン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 。え、面白い。面白くないよ。面白くない。面白くないですよ。面白くないって言うなよ。